本番いきます。よーい、カメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、フェイトエクストラアンコール、こちらのレビューをしていきたいと思います。で、こちらのレビューなんですけども、2020年に出しましたアニメイド福袋で出てきました。こちらラバーストラップ、こちらのですね、はい、おっといっぱい入ってるぞこれ。普通にただ開封してこれ出てきましたっていうのは面白くないので、ここに出てきたアニメの作品を2020年年内に必ず全部見るという。ダダンタストラップコレクション、これもフェイトですね。あ、フェイト多いな、もうフェイト絶対見よう。はい、アニメですね、全13話をですね見ました。で、こちら今動画として出しております。本当に1年ぐらい経ってしまって申し訳ございません。では早速やっていきたいと思います。はい、タイトルがですね、フェイトエクストララストアンコール、意味がですね、1000年前の聖杯戦争の最後のアンコールが開催されるという意味で、フェイトエクストララストアンコールとなっております。ちなみになんですけども、このですね、フェイトエクストララストアンコールを見る前にですね、フェイトグランドオーダー絶対魔獣戦争バビロニアというものをですね見ました。で、そこで初めてフェイトに触れて、で、今回、2つ目のフェイトシリーズ見た次第です。はい、でまずこのフェイトエクストラなんですが、もともとはですね、フェイトステイナイトを原作とした対戦型 RPG ゲームが元となっております。後にですね、コミック版、ドラマ CD と出ました。はい、そして2018年に本作のアニメが地上波で放送開始されました。でですね、話数に関しては全13話となっております。で、原作者のですね、那須きのこさんはこちら、ゲームのアニメ化ではなくアニメのために作ったシナリオということで、自ら書かれたそうです。というわけでですね、原作の設定をベースにアニメ版独自の構成シナリオが作られたそうなんですね。ちなみにゲーム版の主人公は男性か女性かどちらか決めまして、そこからスタートするというお話です。はい、で今回のアニメ版は和田アルコさんがキャラクターデザインを担当しております。はい、あらすじちょっと読みます。月に存在するあらゆる願いを叶える力を持った霊視コンピュータームーンセルオートマトン、ムーンセルオートマトン内に作られた霊視虚空世界 SERAPH シラフィを舞台に、月の聖杯をかけた魔術師と英霊による聖杯戦争を描いた物語。はい、これは聞くと多分 何を言ってるのかもうさっぱりわからないかと思います。もうね、はい、マジです。はい、この作品なんですけども、西暦3020年が舞台となっております。まあ、簡単に言いますと、それぞれのですね、階層の、ボスを倒して上に上がって何でも叶えられる願いを掴み取るまでのお話です。ちょっとざっくりすぎてるけど、はい、というわけでですね、この作品語れば語るほど奥が深いので、もうざっくりいきます。まずですね、自分が個人的にいいと思ったのは、もう前作のグランドオーダーバビロニアもの時も良かったんですけど、良かったんですけども、人間とサーバントのこの2人の掛け合いがすごくいい。掛け合いっていうか、このドラマ、もうなんて言うんだろうな、お互いを信じ合う心、それで敵を倒していく、その己がそれぞれが強くなって2人で協力をして敵を倒すみたいな。で、最終的にまあ主人公と、まあ、その英霊のサーバントがいて、サーバント、はい、のサーバントのセイバーと戦うんだけど、同じ階層にやつと戦うんだけども、要するにまあ主人公だからキスミハグだから勝つんですよ、まあ、正直言っちゃうと。だからその階層にいるその人間とサーバントが、まあ、倒されて消えるんですよ。もうね、律儀にもう忠誠を使うサーバント、かっこいい。敵味方関係なく心を揺さぶられました。まあ敵なんですけども、その消える時のドラマ、いい。もうね、これ語ったら長くなるんで、ちょっとその辺カット、その辺は言いません。ぜひ見てください。はい、あとですね、こちら、大好きな物語シリーズの辛坊監督と、制作会社シャフトが作っていたんですよ。しかもですよ、物語シリーズの荒木暦の声を吹き替えている神谷浩史さんもなんとですね、第1話から出てくるんですよ。まあ、あとやっぱりその辛坊監督なんで、窓マギもですね、出してる監督なんで、あとやっぱりそのカットの絵の構図とかがね、もうね、いい、もう大好き、すごい安定のクオリティでした。はい、続きましてですね、まあ、主人公、まあ
作品にとってやっぱ主人公ってすごい大切じゃないですか。で、本作のちなみ把握のというですね、ゲームは男性女性選べるんですけども、今回主人公のキャラクター男なんですけども、まあオリジナルキャラクターです。はい。で、このオリジナルキャラクターなんですけども、感情表現がですね乏しいんですよね。なんて見ている視聴者は主人公に多分感情移入ができないんですよ。だからなんかその、なんか乗り切れないなって言うんだけど、後半ですね、目的を見つけるんですよ。そこからはすごく良かったです。最終的にそのなぜ自分はここにいるのかっていう、その人間のその存在意義までもう深く掘り下げられてて、これらを見ててね、ああそうだよなと思いましたね。なぜ自分はここにいるのか、なぜ自分はこのカメラの前にいるのかみたいな、まあそんな感じですね、自分の存在意義をすごく追求されておりました。まあ、ちなみなんですけども、ちなみ白野と同じ名前のちなみ白野という2人がいるんですよ。とりあえずこの主人公の女の子がそのセイバーといって戦ってた過去があるんですよ。で、そこでその主人公が死んじゃって、で、その女の子の思いとかなんか、それが一回分解されてできたのが岸並ハグノというですね、主人公だったということが判明するんですけども、その葛藤ね、自分は偽物なのか自分はコピーなのかみたいな、まあ、そういうところで葛藤していく姿がね、熱いというかね、すごい響きました。ドラマがいいよ、やっぱドラマだね。最終的にですね、その岸並白野がですね、強い目的を持ってサーバントのセイバーと共にですね、戦っていく姿は本当かっこよかったです。あとね、まあ主人公の岸並白野と、セイバーがいるんですけど、まあそこで結構サポート的に入ってくるリンっていう女の子がいるんですよ。このちなみにリンっていうのはですね、フェイトの、グランドオーダーでもなんか似たキャラクターがいたんですよ。多分声優さんは一緒だと思うんですけども、なんかエヴァンゲリオンのアスカみたいな感じですね。まあこの作品やっぱその自分は何者なのかみたいな感じで結構追求してくるので、もう名台詞がめちゃくちゃ出てくるんですよ。で、このリンがですね、喋った言葉がめっちゃいいんですよ。やることがあるから死ねないのではなく、やれることを見つけたくて人間は生き続けるのではないかしらと、語るんですよね。いや深いなぁ。まああとですね、このオープニングとエンディングですね。オープニングは西川さん、そしてエンディングはさゆりさん、もう2人のね、曲もね、もう最高ですね。PV 貼りましたのでぜひ見てください。ほんとかっこいいし心に響きます。はい、というわけでですね、あまり長く語るとですね、もう本当に1時間2時間コースなので、これくらいにしておきます。こちらですね、実は約1年ですね、開けてないんですよ。で、11人のキャラクターがいるんですよ。ただセイバーいないんだよな、この中にな。リン、ラニー戦闘時、ガイダー、ガンブラックモア、ミヤツ、サオ、アリス、ユリウス、レオナルド、トワイス、シナクの女性版。はい、というわけでですね、こちら、この機会に上げていきたいと思います。誰が出るのかお楽しみ。個人的に出てほしいのはね、リンとラニー、あ、そう、ラニーのキャラクター良かったんだよ。ラニーもね、このリンと共に途中でサポートに入るんだけど、まあとある理由で、脱落しちゃうんですけども、またそこも、いい。見てください、本当にいい。開封の儀、誰が出るのでしょうか。オープン。てんててん。ほっほっほっほー。誰だこの形は。わからないな。ポン。おお、アリス。魔法少女マドカマギカ、まあ、辛坊監督の作品なんですけども、それに出てくる魔法少女的な感じで、アリスっていうキャラクターの、そのなんか絵柄とか、その世界観というか背景もですね、マドマギにすごい近いんですよ。で、この女の子もですね、まあその主人公と戦うんですよ。というわけでですね、アリスが出ました。というわけでですね、フェイトエクストララストアンコール、本当に良かったですし、本当に福袋動画で出てきて良かったです。シンプルにその階層の敵を倒してどんどん上に上がっていくっていうお話なんで、物語はシンプルで、ただその語っている内容、描かれている内容はすごいですね、もう生きるとは何かとか自分とは何かっていうところにスポットが当てられているので、とても響く内容かと思います。というわけでですね、この監督ラボでは、ガジェットレビューですら映画レビューで、今回のアニメレビューなんかもですねやっておりますので、ぜひ興味がある方は、登録して、他の動画もぜひご覧ください。というわけでですね、また次の動画で会いましょう。